選抜名称がアンダー呼びに、お日様賛否両論。本日アンダーのフォーメーションが発表され、アンダー表記だったことから、日向坂の非選抜名称はアンダーなのかと話題に。日向坂も非選抜のことはアンダーと呼ぶ方針なのね。メンバー発言ではすでにあったけど、公式から来たってことは、アンダー、呼びで決定なんかな。乃木さんを全く通ってない身からするとあんまり好きではない呼び方なのよね。アンダーって言い方、別のに変えて欲しかったけどな。まあ、他にいいのが思いつかないけど、アンダー以外の呼び名欲しいところかもしれんが、正直その他の呼び方でダサくないのってなんだ？ともなる。アンダーの名前が、日陰とかになったら嫌だし、アンダーでいいよ。結局名前アンダーになったけど、他に良い候補挙げてる人も見かけなかったし、良いんじゃないすか。え、変にねじって雲組みたいな名前つけられてもやだし。アンダー名称については AKB などを見てきたから自分は抵抗ないんだけど、日向坂が初めて好きになったアイドルグループだと感じ方が違うんだろうな。アンダーだとなんか上下感があって、日向坂には違和感がある。アンダーか、なんか他に名前なかったんかな。コンセプトに合ってない気がする。結局アンダー以外でもガタガタ言うやつ出てくるし、アンダーでいいでしょ。何が嫌なのか全くわからんわ。アンダーって呼び方だけ変えてもらえないですか。日向坂らしくなくて抵抗感があります。アンダー呼び違和感あるのわかるけど、最近何やっても文句言うお日様が多い方が気になる。